して正面にガールゴールドのビルディングが朝日ビアカンパニーね、朝日ビールです。あの日ビールのグラスの形になって上がバブルでね、中にビールが入ってるような感じでございます。はい、セミナリもね、ウォーターバスも出てるんでね、船乗ればお台場まで行けますね。雷門ゲートですね、はい、で左側インフォメーションセンターになります。今年はオリンピックなんですけどもね、あのオリンピックのね競技場設計したと、あの建築学校の設計したところですね、はい、ね、まだまだニューイヤーモードというかね、1年中本当正月みたいなところが浅草ですからね、はい、あのメインストリートの仲見世もお正月モードね、はい、ニューイヤー飾りになってます。オールドタクシーです。これ古いね。これ江戸時代もっと前かな。江戸時代じゃないよ。これはね、明治時代ってね、江戸の後。でも150年ぐらい。150年前ね。その前は加古だから。加古って知ってる？ああ、加古は。加古、ショルダーって感じで、エイスター多いっすね。博物館で。それじゃ使いづらかやらないね。博物館で見たこと。そう、江戸時代は。日本長いでしょ。そう、タイヤついてないから。ね。でもその時そのカゴに乗るのは、基金だけでしょ。いや、そんなことないんじゃない。うん、疲れて旅に行く時とかね、うん、乗る人は乗るんじゃないかな。うん、そう、これもタクシーだからね。お金がないと思うね。まあね、確かにね、それはそうかもしれない。お金ない人は歩いていったんだと思うよね。Okay.